皆さん今日は何してましたか？お仕事、学校ですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。七夕だね。本当だね。7日。なんかしましたか？七夕って何すんだろう。短冊に書くのか。わあ。小1の時にやってないですね。私はなんとびっくり、夢の国に行ってました。 やばいですよね。なんかもうずっと行きたくて、とりあえずもう本当に去年の12月ぐらいから行ってなかったんですけど、ずっと行きたくて、もう口癖のように、ディズニーランド行きたいなとか言ってたんですけど、今日これが乃木曜日が7時からだから、7時まで暇だなと思って、で昨日、私の、お友達のレイちゃんに「明日ディズニー行かない？」って言ったら、なんかすごい「いいよ」って言ってくれたので行ってきちゃいました。だから帰り、本当直で来ました、乃木曜日に。楽しかった。久々に行けて、でもめちゃめちゃ暑くて、今日日差しと普通に気温すごくて、それがね、やっぱ夏の外のね、ディズニーランドはそれがね、あれですけど、でもソアリンがね大好きなんですよ、2人とも。もうソアリンを乗るために私たちはいつも C の方に行くんですけど、今回も乗れて、あれね、何？ 3 ブロックに分かれてて、でその1ブロックも3列に分かれてて、こうね、高さがあるんですけど、一番いいのは真ん中の一番前の列、こうなった時に下の列。違う違う違う、上の列だ。上の列だと一番いい眺めだし、あと下の列だったら、その上の方のね、足がね見えるんですよ。そうだからね、その真ん中の一番上がいいんですけど、いつもそれが運だからドキドキして並んでたら、今日は一番端のブロックの一番下っていう。まあ、一番ちょっとね、一番あれなお席だったんですけど、でもそれも感じさせないぐらいソアリンはやっぱすごい、もう感動しちゃう。終わった後のみんなが拍手する感じも大好きなんですよね。そう、楽しかった。もう明日からも頑張れちゃいます。はい、そんな感じです、今日は。じゃあまずは乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は金曜日、今日が七夕ということで七夕飾りを作ろうです。これこんな感じの輪っかをたくさん作ってつなげます。制限時間は60秒で、週の中で最もたくさん輪っかをつなげられたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。懐かしすぎる、これさあ、いつ使うんだろうね。七夕以外にも使うか、誕生日とかにこうやって飾りますもんね。懐かしい。やろ。のり、ハサミで切ってのりでつければいいんだよね。じゃあ早速いきまーす。よーい、スタート。こういうのは得意でした。一回全部切っちゃった方がいいのかな。もうチョキチョキせず、滑りを使う。あ、意外と時間ない。
けいけいけ、あ、やばい、あと1個やりたいです。はい、4つ。え、みんなすごい、みんなすごい。アルノちゃん6個だ。6個もできる？これ4つでした。あ、取れちゃったし。4つ、つつい、あ、クロミン2個クロミン2個は少な、4個。はい、私は4個でしたので、今週はアルノちゃんが優勝ですかね。おめでとう。4つ、クロミン2個、面白い、クロミンっぽいはい、続いて真夏の全国ツアーについてトークします。北海道2公演が終わったところで、来週もね、大阪と、あ、そうだね、大阪と広島があるんですけど、北海道来たよって方いらっしゃいますか？楽しかった。なんか夏がっていうか、ツアーが今年も始まったなって感じなんですけど、でも来てくださった方はね、分かると思うんですけどね、私は頭のブロックが好きですね。すごいわちゃわちゃ楽しい感じなので、ぜひこれからの方はお楽しみにしててください。あとはあんまり言っちゃダメなんだ、ネタバレ注意って書いてある、そうだ、あんま言っちゃダメだけど、私ね、もうどうしようもなく緊張する曲があってあるんですよ。そう、それがね、もう毎回もうリハーサルの時からドキ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 してたんですけど、一回ね終わって、でまあ自分的にはそんな、なんだろう、大満足は言ってないですけど、まあ頑張ったって感じなんですね。だからこれからまだ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 あるので、本当にちょっと成長していけたらなって思います。とりあえず来週大阪と広島頑張ります。え、私の楽しみな、あの広島の揚げもみじまんじゅうありますかね。今年も去年食べても衝撃的な美味しさだったから楽しみです。あとは沖縄ね、沖縄って今何度あるんですかね。もう年々東京もめちゃめちゃ暑いからさ、ちょっと体調だけはみんな気をつけてください。こまめに水分補給して。沖縄の楽しみな食べ物は、私去年の夏沖縄普通に行ったんですけど、アゴサの天ぷらがめちゃめちゃ美味しくて、なんかもちもちしてて、天ぷらが、それあるかな、あったらいいな、めっちゃ美味しかったです。あとなんだろう、沖縄、え、あれ知ってます？天使の羽、あれめっちゃ美味しかった。なんかもうお菓子なんですけど、なんかね、ほんと天使の羽って感じの、なんか白いふわ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 、美味しいんですよ。なんなんだろうね、あれ、あれを天使知ってる方はわかるよね。溶ける系、そう、なんか溶ける系、口に入れたら溶ける系、あれぜひお土産で買ってってください。でラストは神宮、4日間今年はあるのでね、もう盛りだくさん。4日間ってすごいですね。いや、今年の神宮は雨降りますかね。そこも楽しみにしてます。頑張りますっていう感じで、あれやろ、クロミンからの宿題大好きなあやめんへめんめん
どっちも書いてくれたんだ。4期生の一番の思い出を教えてほしいな。ミンゴ。クロミンなんか文字だけで面白い。本当いいですよね。面白い。大好きクロミン。ミンゴって言うんだ自分のこと。4期生の一番の思い出。一番。むずいな。一番か。なんだろう。4期生ライブですかね。うん、でも MV 撮影とかも楽しかったけど、でもな、乃木坂どこへとかスキッズとかスター誕生とかもすっごい楽しかったけど、わ、一番って選べない、どうしよう。一番最初にやった4期生ライブはすごい、まあ、記憶には大変だったからすごい記憶には残ってるんですけど、4期生ライブはやっぱり4期生だけで作るものなので、なんかみんなの知らなかったかっこいい姿とかが見えて、やっぱすごい好きですし、もう一気にね絆もグッて強くなるので、4期生ライブですかね。でも乃木坂どこへもすごい楽しくて、おにぎり屋さん行ったりバッティングセンターもしたりとか、スキッズもね大変だったけどでも楽しかったな。みんなのなんか頑張ってる、面白くする、面白くなるように頑張る姿がすごい好きでした。いっぱいありますね思い出ね。私だってセイラも来週の大阪でしょ。いやー、2人も4期生いなくなっちゃうね。寂しいけど、寂しいな。まあでも4期生から卒業とかもう一切考えたことなかったので、なんかまあそういつかは別れ来るんだなって思いました、ゆりちゃんの卒業でね。あ、でも4期生は、まあ16人で4期生だなって私は思うので悲しいですけど、それも乗り越えてもっと頼もしくね大きくなれるように頑張りたいと思います。はい、そんな感じで、あ、じゃあこのタイミングで次回メンバーへの宿題も書こうかな。次回はまだ決まってないので、誰宛てとかじゃないんですけど、何がいいかな次回の何がいいですか。リクエストください。願い事ね、確かにそれにしよっかな。で、夏何したいですかとかはまだまだ夏が長いから取っといて、七夕、今日が七夕なんで、七夕のお願い事、
なんですか。はい、七夕のお願い事は何ですか。次回のメンバーさんお願いします。皆さんお願い事しましたか。まあ、しないですよね。するのかな。しないですね。そうですよね。世界平和、いい願い事だ。あやめに会いたいです。おお、ぜひいつでも会いに来てください。うん、乃木坂のライブに行きますように。素敵。うん、就職、大人な願い事です。あやめんが笑顔でいれますように。わー、素敵、ありがとう。じゃあ皆さん叶いますように。私も願っときます。はい、じゃあ近況報告やら、まあトークをしていきたいと思います。じゃあみんなの近況報告聞かせてください。最近何したかな。でその今日のディズニーシーでもう超かわいい赤ちゃん、3歳くらいですかね、超かわいい子がいて、なんかあーかわいいじゃなくて、もう何、お腹から中からもう溢れ出てくるような、かわいい、なんかもだえる感じ、わかります、がいらっしゃって、もうね、なんかね、初めてでした、あんな気持ちになったの。私子供とか赤ちゃんとか好きなんですけど、なんかあそこまでもだえる可愛い子を見たのは初めて。それをちゃんとね言いたかったんですよ。今日のね、今日もいっぱい写真撮ったので、またブログやらに載せるかなと思います。楽しみにしててね、カメラマンレイちゃん。母性だね。そう、そんな感じ。なんか本当に、かき氷美味しかったですか。北海道のですかね。美味しかった。ふわふわの、もう私の好きなやつでした。3種類あったんですけどね、どれも美味しかった、全部食べたんですけど。今年ももうかき氷結構行ってて、お店に。もうでも行きたいところは本当にいっぱいありすぎるから、 YouTube 配信中とかでね、行きたいです、かき氷。あ、髪黒く、そうなの。なんかいつ、もうほんと数日前に染めに行って、暗くしてください、なんか焦げ茶ぐらいでお願いしますって言ったら、もうほぼ黒、光が当たったらちょっと茶色ですけど、集まったら黒っぽい感じになって、なんか久々な見た目じゃないですか。どうですか。そう、似合ってる、ありがとう、よかった。いくら食べてない、今年じゃなくて今回の北海道食べてないです。食べたかったな。食べてないよね、食べてない。じゃあみんな近況教えてよ、みんなの近況。スープカレーを食べましたよ、美味しかった。
仕事しかしてない。お疲れ様です。毎日本当にお疲れ様。みんな、日焼けしました。あら、私も今日で絶対日焼けした。どうなんだろうね、怖いよね。テストだった。あら、どうだった？お疲れ様。疲れてる。めっちゃ元気なんですけど。なんかやっぱり私乃木曜ってもうツートンぐらい声が低くなっちゃう。これはしょうがない。なぜか。だからね、そういうものだと思っといてください。疲れてたらディズニーなんて行かないでしょ。朝の9時半から行ったんですよ私。やばいよね。いつもお昼過ぎとかなんですけど、もうほんと何年ぶりとかに、今日は絶対この時間からの乃木曜始まるから、それまでに帰らないといけないから、朝から行かなくちゃと思って9時半とかに久々に行って、膝の裏痛いんです。やばいよね。膝の裏痛くなっちゃった。全然元気。チキン食べたよ。食べた。何食べたっけ今日。何食べたっけな。チュロスも食べた。ポップコーンも食べた。やっぱ食ですよね。もっと語りたいんですけど、ディズニーランドの話、シーカ。あとなんだろうな。あ、このジャンボリミッキー初めて私生で見て興奮しちゃった。ジャンボリミッキー楽しい。でも何が一番楽しかったって、そのジャンボリミッキーをこう見てて、私の目の前におじさまがいて、一人で来てらっしゃる。そのおじさまが完璧で、踊りがもう途中からそのおじさまにしか目がいかなくて、私はあすごいってね思いながら、もうそれでもうね元気もらっちゃった。そのおじさま見て、もう可愛かった。こうやって踊って、ちっちゃい子も踊って、もう元気出た。楽しかったな。そんな感じです私は。はい、皆さんは、皆さんは何かありますか？一人ディズニーまだしたことないから、いつかしたいですね。あ、夜ご飯決めて。どうしようかな。夜ご飯はじゃあ、味噌カツでお願いします。食べてねみんな。映画は一人、絶対一人です。これは絶対一人、もうなんでもないです。あ、そうだね、映画4期生で撮るっていうのをゆいちゃんが提案してくれて、まだ何も、何その撮るよってことしか知らないんですけど、楽しみですね。どんな感じなんだろう、楽しみだな。席は真ん中ですか？私はもう一番後ろの、一番端か一番後ろの通路の横、絶対そこです。一番後ろじゃないとね嫌なんですよ。スクショタイムください。はい。ピース。はい、あとなんだろうな。
りましたか。あと5分。じゃあなんかコメントください。何でも、あ、相談とかでも何でも。明日映画行くよ、行ってらっしゃい。次ミーグリ行くよ、ありがとう、待ってます。あやめんから北海道レスもらった、ありがとう、嬉しい。もうね、めっちゃ見えてるからね、本当にもう後ろまで、本当に逆に後ろをね、あの見たくて、一番後ろの方とかだからね、一番後ろの方にも全然あのうちわとかに書いてくれてる文字をねレス返してるので、はーい、俺はもらえなかったあら、じゃあ次はね、もらえるように頑張ります。玉せん好き、え、好き、大好き、お祭りでよく食べてました。うちわの色、どの色が見やすいとかある？あー、ね、あるよ、蛍光のうちわがあって、下地っていうの、背景が蛍光のピンクとか蛍光の黄色とかで、文字が黒が見やすいです。でも意外と何でも見えるから、本当にでもそれが一番見やすいですかね、黒の文字が見やすいかな。そう、蛍光だとなんかね目立つ。スイスのファンです。スイス行きたいです、一番行きたい、今行ってみたいんですよ。見たい映画、見たい映画はね、もう見ましたね、2回をしかもその映画見たので、もう大好き、あの映画、余韻に浸ってます。もうすぐで終わります、あと1分半ぐらい。あ、じゃあちょっと先にエンディング読んどきますね。乃木曜日金曜日終わりのお時間です。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせしますとのことなので、みんな今日も今週もお疲れ様でした。明日明後日ゆっくり休んでください。今日は何してたのめっちゃ語りましたよ、もうほぼ8割それぐらい語った今日の出来事を。あやめんピースして、ピース。バイバイってみんな早くないか、バイバイ言うの。大阪は自由やでいいね、なんか楽しい、自由なんだ。そんな感じですかね。ウィンクしてください、ウィンクできないんですよね、どっちも。じゃあみんなありがとうね、ありがとうございました。おやすみなさい、いっぱい食べていっぱい寝てください。